はい。お疲れ様です。元光です。言論プラットフォームの方のチャンネルになります。今回のお話なんですけど、ある高校生がガンプラの転売屋グループに仲間入りしたんですけど、そのままね、あの、儲けたお金とか、自分のお金とかも全部持ち逃げされてしまった、逃げられてしまったっていうようなね、えー、まあ、悪に手を染めてしまった高校生が爆死するというようなお話になります。ということで、見ていきましょう。元光のチャンネルでは、時事ニュース系のことをお話していきますので、いいねと思ったらぜひチャンネル登録 登録もよろししくお願いしますということでね、今回のお話なんですけど、ある掲示板にね、書き込みされたお話になるんですよね。こんな感じの、えーまあ、スレッドみたいなのが立ってたんですけど、 ガンプラセドリーグループに入ってたけど、預け金持ち逃げされてしまったっていうようなね、そんなスレッドが立ってたわけなんですけど、その掲示板のね、内容を持ってきてるんですけど、この黒字で書いてるものがね、今回、あの、主さんのね、えー、高校生のこの、えー、言い分で、他の色とかでこうやって書いてるものが、えー、他の人がね、喋ってることなんで、そこら辺ね、えー、色分けして見てもらえたらなと思います。まずはですね、こんな感じです。えー、高校生の子はねね親と警察にに相談したけど怒りが収まらないいっていう風に、ねえーいきな それでスタートしてネットでガンプラ背取りグループに入って楽々稼げる で言葉に騙されれ預け金を全部取られたっていうことでね、詐欺られたみたいなことをね、言ってるんですけど、本来13万9800円受け取れるはずなのに、全く音沙汰なしです。去年の夏から半年間頑張って、朝から列に並んだり、荷物運びや倉庫整理まで,で手伝ったのにということで、まあいろいろ手伝いして、これだけもらえる予定だったんだよ、そういうね、手はずになってたのにって言ってて、まあこれなんか、あの転売屋の手伝いみたいな感じで仲間入りというか、あの バイトみみたたたいいななことをしてたみたいなんでですよねで、えー、親に相談したらすごく怒られそれから警察に行ったスマホを警察に見せてその後親にスマホも募集され被害者なのにひどい目に遭ってるっていうことで被害者なのか、まあ、ちょっとねよくわかんないです高校生なのになんか転売屋の手伝いしてたって被害者なのかなどうなんかもされたって感じはするんですけど被害者ではないと元口は思うんですけどねでだから少し話を聞いてくださいということでね、えーまあ、それに対してツッコミが あるんですよガンプラなんてかさばって売れにくいものを在庫として抱えるのはおかしいもんなっていう風にね言われてたりするのに対してえ在庫は抱えていない主に一緒に列に並んだり車まで荷物運んだりしてたということで、まあ、完全にねその店売屋の情報商材とか買って自分で店売屋をやってたわけじゃなくて本当に手伝いをしてたというような感じなんですよね、まあ、運んだりしてたとでただお年玉の貯金から5万円ほど預け金しててえそのお金でえその人が がガンプラを購入してくれたで、預金が増えたらまたガンプラを買ってという手法だったということで、まあ、利益出してそのお金を軍資金にしてもどん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 増やしていこうぜっていうようなあの、まあ、その仲間内での話だったんでしょうね。で、最初だけ5万円をお前出してくれっていうふうに言って、まあ、これ基本的にね、悪徳商法系の基本パターンだと思いますけどね、稼げるからって言って、とりあえず5万だけ出してくれないかっていうようなね、えー、やり方って、もう本たは絶対的に信用できないんですけどね。えー、だったらお前 出せよってなるんでね、はい、儲かるんだったらねで、えー、警察で洗いざらい話してまた事情を聞くから来てくれと言われて家に帰った家に帰ったら家親がスマホを預かると言われゲームもできないということで、ねまあ、結局パソコンかなんかでこれねすれと立てたんでしょうけど、うん、で、えーまあ、それに対してツッコミがあるこういうのとか情報商材、えー、売ってるやつだけ儲かってるんだろうなってまさにそうですよね、まあ、こうやってねうま、えー、い話あるからって言ってるやつだけが儲かってるんだろうなって 多かっっててんじゃねねのっていうの、ね、ツッコミなんですけど預け金プラス荷物運びや整理行列のお手伝いで暇な時だけ参加してよって言われてるということでなんか転売を指南したりしてる情報商材とかとは違ってちょっとバイトとかみたいな感じでなんか雇ってるみたいな感じなんですかねで、えー、名前さらしてやりたいけど本名じゃないから意味がないただグループのトップはシングルマザーで他におっさんが3名とそのシングルマザーの女も2人いたっていうことでなんかめちゃめちゃ怪しい シングルマザー,ーが悪いとかじゃなくて、まあ、そういうメンバーでなんかガンプラをあの並んで買ってお金稼ごうやっていうのは絶対に。 絶対ね、怪ししいでしょ、まあ、高校生なんでよく分かってなかったのかもしれないですけど、まあ、とにかく怪しくてさらにね、えー、メンバー高校生は俺と JK が2人いたということでここあの高校生の、あのー、なんだ全員で3人かなが騙されたんじゃないかって今回言われてるんですけど、えー、そこにツッコミがあって全額でガンプラを買ってるわけじゃないんだろうお前みたいなののためにフェイクは見せてるかもだけどなっていうことでお、あのー、この一部始終お前は分かってないだろうみたいなね言い分もあった するんですよねさらに、えー、詳しいこと言ってくれてるんですけど朝の早い時間にガンダムベースまで乗せてもらって他の人と一緒に並んだんだよその後に埼玉の倉庫まで運んで整理したら埼玉から電車乗って帰る生活だったっていうことで本当にね何だろう、まあ、ただの手伝いって感じがするんですけどさらに詳しく書いてる内容だと1日の勤務はこんな感じだったっていうことで朝5時前くらいに最寄り駅集合、うん、でシングルマザーの おっさんがバン、えー、で迎えに来るとみんなね乗って。 で車内ででリスト渡され赤丸で狙えってて書いてあるやつを買うということで、あの並んでね、うん、ガンダムベース。行き先はお台場のガンダムベースか、関東どこかのヨドバシが多かったと。なるほどね、もうこれ決まってんだね、こういうチームっていうのは。でお目当ての商品買ったら、駐車場で積み込み作業をやって、その軽馬で埼玉の倉庫に行く。倉庫に行くってこと、かなり大きいというか、いっぱい在庫持ってるんでしょうね。でえー、別のグループとししてて行動してた、J と合流して倉庫整理した後一緒にご飯食べて埼玉から電車で地元まで帰るということで遅くても大体午後3時までには家に帰れてたということでね、まあ、この高校生からしたら本当に、ね、簡単にできるなんかアルバイトだと。 いうよううよな感覚だったんでしょうねでこんな感じのルーティーンでしたっていうことでまだ話は続くんですけどグループのトップが朝いつも車内で今月は100万超えるよって言ってておっさんたちと盛り上がってたガンプラ中学生の時に一度組み立てたことがあってサイゼで会った時ゼータガンダムとダブルゼータガンダムを言い当てたら、えー、採用となったんだっていうことであだからここら辺とかって結構ねヨドバシのその転売対策とかでもね問題になってましたよね 感じでね、うん、それがちゃんと言えるからこの子大丈夫だっていうことで採用になったらしいですよ。どういうことだよ <laughs>。 <laughs> まあね、こんな感じで、えー、グループでやってたということなんですよね。で、何回かを儲けさせて信用させたところで逃げるって詐欺の教科書みたいな <laughs> ってツッコミをね、受けるんですよ。まあとにかく結構手伝った後で逃げられたっぽいんですよね。で、えー、JK の一人が同じ学校の部活に入ってて、暇な時に稼げるよって誘いを受けて紹介された。その JK も金を騙し取られてるということでね、もう高校生が今回騙されてると。で、JK は、SN、S でそのグループにね、知り合ったらしく、 俺より3ヶ月早くアルバイトしてたやること聞くとガンダムベースやヨドバシとか回るだけで土日の昼までで,で、えー、いいってことだったので俺もやることにしたとこの程度だったら俺でもできるよっていうふうにね軽い気持ちでやったんでしょうね都内のサイゼで一度会って、えー、元金五5万円渡してから去年の夏休みから本格的にアルバイト開始したんだよ親にもアルバイトとだけ言ってて詳しく聞かれなかったということでいやここちょっと親気になるところですよね高校生のアルバイトだったらちょっとは気になると思うん んですけどで最初は騙す気はなかったのかもしれんな。ガンプラとか思うように売れんだろうっていうようなツッコミが入るんですよ。あなるほどねあの。最初はちゃんとね、払ってあげる予定だったのかもしれない。うん、だって実際ね、あの一時すごくガンプラの、ね、転売でもう10倍とか値段で売れたりもしてたんで、まあ、そういうのはあったかもしれないですけど、最近だったらね、平気で爆死とかもいっぱいするわけですよ。だったら全然利益出てないんでしょうね。だから、あのもうあの途中から。 あのこいつらにはもうお金渡さなくていいかみたいに逃げようかって思ってたのかもしれないしね。で、えー、ネットで売れなくても買い取り屋があってそこに持っていくから心配するなと言われてたっていうことでなるほどあのメルカリとかでもし売れなくてもね買い取り屋があるからあの俺らの担保あんだよっていう風なうな、えーまあ、シングルマザーに言われてたのかなこれ。 1>, 死亡者ので1月の中頃から連絡が取れなくなり金曜日に両親に相談したら誘った JK にも連絡して土曜日一緒に近所の警察へ行ったということですね。まあ、ここら辺も、ね、ネットで売れなかった買取屋があの ちゃんと買い取ってくれるからって言ってるんですけど、ガンプラにおいて、その新品で買って買い取り屋で売って得をするようなことって基本的に多分ないと思うんですけどね。うん。まあ中華系に売ってるのか何なのか分かんないですけど、ここら辺、まあ信用しちゃったんでしょうね、高校生だから。で、えー、とりあえず知ってることは全部話して、その後2時間お説教された。多分明日は学校でもお説教されると思うということで、うん、まあやっぱね、こういうこと、変なことにね、首突っ込んじゃったっていうことで、えー、説教されるということですね。ま,あざま あっていう声がねやっぱり出てくるんですよね。テンバイヤーに手を染めちゃった人はね、やっぱ高校生であってもね、みんなざまーって思っちゃいますよね、それはね。で、えー、ガンプラが欲しいときって、どこに需要が集中するかはまず読めないんだよってね、ツッコミ受けて、需要が切羽詰まっていないのならプレミア価格もつかないし、故に新品を仕入れるテンバイヤーが儲ける機会はガンプラにはないと。毎回毎回、ただ買い占めりゃ、あのー、利益出るようなもんじゃないんだよと。 ないバカが情報商材か何かか何に踊らされてやらかしてやしるっっててななんだよってなるほどね確かにあのー、本当に知識ないと何が売れるかなんて絶対わかんないよっていうふうなことを言われてるんですよね確かに爆心めちゃめちゃしてますからね今、うん、まあ利益出てるものもあるのかもしれないですけど全部買い占めてたら結局トントン以下でしょっていうような話ですよでトップの女にこんなに売れるんですかって聞いたら買い取り屋があるから最低でもあんたに払えるく くらいい利益出るわっっっててて言たのにねっていうことでそういう風になんかね、高校生には言ってたみたいなんですけど、この理屈ちょっとよくわかんないんですよね。多分無理なんじゃないのかな。うん。まあもしね、あのガンプラ系、ガンプラ界隈の人でね、詳しいっていう人いたら教えてほしいんですけど、買取屋に持ってても絶対利益出ないでしょ。うん。まあ、某、某ガヤさんとかが、あの、利益上乗せして、あの、儲けるぐらいなんじゃないですかね。で、え警察で JK 泣いてたら、 泣いてたからこっちも泣きたかったけど我慢した向こうの親は学校にも相談したので明日朝一で呼び出しは免れないとそして被害者なのにずっとお説教ばっかり詐欺に騙された人は怒っちゃいけないって聞いたような気がしたけどどうなってんだよっていうことでそりゃねもうこれ騙されたのはあのまあ被害者ってわけじゃないでしょ被害者ではなくてまあ異変なことにね首突っ込んでしかもお金払ってまでなんかお金稼げるよっていうことにね、えー、加担しちゃったわけでしょちょっと おかかかしいから親に相談するとと普通だと思いますけど、ね、うんまあちょっとね転売屋っていうところもやっぱ世の中のね批判を買うとこだと思いますけどねはいで、えー、やっぱ転売ってグループでやってんのかっていうような、ね、こんなねツッコミとかもあるんですようん今集団で動かないといけないということでしたまあだってね一人あのい までとかいろいろ、ね、あの転売や対策っていうのが厳しくなってるんで1人でやっててもなかなかねあの動けない部分はあるでしょうね。で大体いいどこのグループも56人らしく多いところは20人くらいのところもあるそうですってもうほんとね迷惑なやつらがねこうやってル、ね、イは友呼ぶでね集まってくるんですよね。で、フ、えー、リマと中華系買取をバランスよく駆使してやっていくことで安定したそうですよってなんじゃそれ。 そんなとこで悪知恵ね、あの聞かせてもしゃあないっすよね。で、その日のうちに払うことができないけど、売ったお金の分け前を預けて、別のガンプラを足せば、銀行の金利なんて目じゃないくらい儲かるそうですということでね、まあ、こうやって口車うまいこと乗せて、なかなかね、あの給料としてお金は払わなかったわけですよ。<laughs> このグループは。この高校生に対してね。うん で、えー、シングルマザー生ポだったから、最低でも、生ポだから生活保護だったから、最低でも子給を止めてやってほしいと警察で言った。ふふんみたいな態度だったぞって、警察全然聞いてくれなかったっていうようなね、ことも言ってるんですよね。で、子分おっさんが子供がいるのに、生ポで、えー、生活保護で情けない親になれないって、そのシングルマザーがガンプラセドリにかけるって言ってたって教えてくれたということでね、<laughs> なかその子分おっさんっていう人、子分おっさんっていう人は子供がいるからね、 あの生活保護じゃなくてガンプラのセドリにかけるって言ってね毎回軽バンをね走らせてたみたいなんですよね <laughs> なんだこのグルーブちょっと本当に怪しすぎるんですけどやっぱそういう人たちばっかり集まってあのセドリとセドリじゃないね <laughs> あの転売ヤーやってるんですかねでも正直あのシングルマザーは生ポやめる 絶対ないと思った役所から来る人間は怒鳴り上げて相手にペースを握らせてないって笑いながら言ってたもんっていうことで、ま、その首謀者のシングルマザーの人は、えーまあ、生活保護を受け取りながら転売をやってるっていうことでこれってね多分引っかかると思うんですけどね生活保護を受けてる人がね、まあ、それなりに収入あったらアウトだと思うんで、うんあのー、今回の件っていうのはそこら辺ね本当に突き止めることができたらもしかしたら、あのー、追い詰めることができるかもしれないしね うんまあ、ただ、まあ、今回の件っていうのは結構、やっぱネット上でも言われてるんですけど、まあいい勉強代だよっていうことで、まあ、高校生だからっていうわけではなく、まあ、世の中にはね、結構うまい話だよって言ってね、だ騙そうとしてくる人たちがいるんで、まあ、それね、まあ、たまに引っかかる人もいると思うんですよ、元光もちょっと引っかかりかけたことはあったりするんで、まあ、その勉強代だよっていうことで、まあ、高校生で気づけてよかったねっていうようなね、ネット上の意見が多いっすね。はい まあということで今回はねまあ高校生あのー、そのまま口車に乗ってね転売ヤーとして。 手を染めてしまい爆死してしししままいい爆死うううというようなお話で本当、テンバイヤ屋のグループとかね、ひどいことばっかりしてくると思いますし、もう、モラルもクソもないわけですよ。絶対信用しちゃいけないよね、こんなのミルクのでね、まあ、あの多分問題にならないような高校生とか狙ってこういう風にやってるんでしょうけど、ほっと汚いやつらばっかりだなと思いました。まあ、ということでね、今回、掲示板の話なんでね、まあ、真偽っていうのはね、どうかわかんないですけど、こういう、えー、話題になってる話を取り上げさせていただきました。皆さんの意見もね、ぜひお聞かせいただけたらなと思います。 元水のチャンネルでは時事ニュース系のことをお話していきますので、いいねと思ったらぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。本日もご視聴ありがとうございました。